渡辺哲造渡辺哲造10月14日、昭和55年4月5日は、大正、昭和期の経済学者、教育者、政治家、実業家、東方総議事の東方社長、大阪市生まれ、9歳から、広島県広島市本通り伝停前の書店、赤前館店主の子として育つ、広島歳尾学校広島市中から第一、高等学校を経て明治43年、 東京帝国大学法科大学政治学科を主席で卒業、同年から文部省特派海外留学生として英国ドイツベルギーに留学、大正2年帰国し、東京帝国大学法科大学助教授となる、同年北里柴三郎の長女と結婚、大正5年教授、大正6年法学博士、大正8年経済学部設立に携わり、 同教授に就任し今日の経営学の一つの源流を形成した。大正6年に起こったロシア革命の影響は直ちに日本に現れた。大正9年、同学部の助教授、森戸達夫が機関紙に黒ポトキンの論文を掲載。渡辺はこれを論理も学術的価値もないと批判したが、東大新人会が森戸を擁護し、これをきっかけに学生の石化思想に拍車がかかった。 これは渡辺が、後の東方葬儀に再終不退転の有毛心を与える事件となったが、さらに経済学部のマルクス派の助教授の結束が現れ始めたことや、国立大学教授の定年制採用反対に賛同者がなかったこと等で職を辞し、昭和2年、強く要請のあった東京商業会議所に展示書記長に就任した。翌昭和3年、商工会議所法により、 東京商工会議所専務理事。また、日本商工会議所設立に伴いその専務理事も、兼務し、合成の介会等らのもとで、実力者として、裁判を振るった。昭和8年ジュネー部の国際労働会議に、日本使用者側代表として出席。同年より、政府、軍部が、経済統制に着手すると、反対の立場を取ったため、昭和9年理事辞職を余儀なくされた。 昭和11年、東京府第一区に、立憲民政党から衆議院議員総選挙に、立候補し当選。政務調査会副会長を務めるが、翌昭和12年の衆議院議員総選挙では落選。昭和13年昭和17年全国、無人集会処理事長。他に、都市計画中央委員会委員、帝都復興審議会評議員、東京特別都市計画委員会委員、 日本米国会副会頭などのポストについた、同年、渡辺経済研究所を解説、世界各国の財政、物価、国防資源などの調査研究をもとに、論文、著作を多数刊行日独遺三国同盟反対や、台米戦争を批判、昭和19年、戦争はやめるべきとの発言が、憲兵に密告され、流言飛護の罪で投獄された。戦後昭和22年、 11月17日東方に取締役に反響の信念を見込まれ強力な労働組織を持つため同社社長に就任。昭和23年4月、経営再建のため、木沼撮影所の約半数にあたる600人余りいたと言われる共産党員のうち組合活動員を主とした社員270人の解雇を断行。しかし、の強い反発で葬儀は、 泥沼化した。同年8月、東京地裁が葬儀団のこもる絹田撮影所専有解除の仮処分を執行した際、GHQ に協力を要請し腕づくで解決。警視庁予備隊1800人に加え米軍の戦車や装甲車、飛行機も出動させ、来なかったのは軍艦だけと言われた東方葬儀で組合員を強制排除した。この葬儀をきっかけに、 名だたる大スターらと、スタッフが新東宝を設立し、有名監督らもこぞって移籍してしまったため、東宝は、制作をやめ配給専門の会社にするしかないと、言われるほどの未曾有の危機に陥った。昭和24年東宝会長に就任。昭和25年会長を辞して自由党公認で、参議院選挙に、東京地方区から立候補したが落選。その後、足田人とらと反共、反響。 再軍備、憲法改正に力を注ぎ、昭和27年、軍備促進連盟を結成し、超党派の国民運動を開始した。また、映画産業振興審議会会長に就任。1950年1月16日に、東方取締役を辞任。昭和30年アジア反共連盟総会自由、アジア協会を創設し理事長。昭和31年アジア。 人民反共連盟日本代表として、韓国、台湾の運動と深い関係を持った、同年、エイリン委員長として、日活の太陽族映画の制作を中止させたりした、その他日本体育専門学校校長、GHQ 閉鎖機関審査委員会副会長、国立公園審議会副会長、教育刷新調査会会長、公職資格審査委員会委員などを務めた。 昭和55年4月5日死去、去年94、昭和26年、牧野正宏監督は、喜劇時代劇、豪快三人男を投影で撮ったが、月形龍之介演じる、島根県、白という人物が、劇中何かあるとへをこくキャラクターだった。これを映画産業振興審議会会長だった、渡辺が、不謹慎であるとしてとがめ、牧野監督と脚本の小国秀夫を呼び出した。 マキノと小国は渡辺に映画で部をこくとは客に失礼である。と出席されたが、これには二人も大笑い。マキノはまだこんな頭の固い奴らが私たちの上に立って、とやかく行ってくるのか、画面から臭い匂い,いが出るはずもないのに、と情けなくなったと語っている。長男、文夫は東京海上火災保健社長、日本航空会長を務めた。次男、正夫。は、 伝通元常務、渡辺哲造ことバンク20世紀日本人名事典2019年11月20日、閲覧、いい本本、広島赤前館、日本近代人物履歴辞典東京大学、出版会2002年574ページ辞書、孤独の戦い、自由アジア社1969年2ページ2ビット63、歳美学校の非歳美小学校の、 その後同行出身者は他に、内藤勝利、氏、堀正敷、竹西博子、阿川博之ら、映画都政、千の牧牧野正広伝、ありがとうございます。